どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、7ブロックの2020年度、問31から問40までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問31番です。引き続き第2章のところ後半戦ですね。皆さん大丈夫でしょうか。いきましょう。薬が働く仕組みに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解となりました。はい、A、B 正解、C なんですが、局所作用を目的とする医薬品の場合、全身性の副作用が生じることはないよ。そんなことないですね。生じますよね。なので、局所的に使った、例えば塗り薬だったりとか、ね、そういったものでも全身的に、こう、副作用とか、全身にジンマシン出てきちゃったりとか、そういうこともあったりしますので、C は誤りとなります。はい、他のところはどうでしょうかね。大丈夫でしょうか。はい、ということで、こちら答えは5番が正解となりました。では次行きましょう。問32番です。人体の構造と働きに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちらも答えは5番が正解となります。A、B 正解となります。それから C なんですが、ここはまたちょっとこう、体の構造のところの部分なので、ちょっとね、さっき、吸収分布代謝とかそういうような話がちょっとあったような感じがしたんですけど、またちょっと戻ってきてる感がありますので、ちょっと気をつけてくださいね。ちょっと多少こう前後していきますのでね。こうなんですか、手引き通りの順番ではちょっとないので、ちょっと気をつけておいてくださいね。はい。で、C なんですが、全身に広く分布するエクリン腺を支配する交感神経繊維の末端では、ノルアドレナリンが神経伝達物質で放出されますよと書いてあるんですが、これ C 誤りですね。これノルアドレナリンじゃなくて、これアセチュルコリンだったら正解になります。ちょっとここを前にホワイトボードにまとめてみました。そもそも汗腺というのは、交感神経のみの支配となってますので、副交感神経は、関係しておりません。副交感は関係しておりません。なので、副交感×とちょっと書いておきますね。で、そんな汗腺は大きくアポクリン腺とエクリン腺ってやつがありました。いいよね。いいですよね。で、アポクリン腺とエクリン腺の違いは何でしたっけ？そうですよね。そうですよね。アポクリン腺っていうのは、こう、いわゆる匂いが結構こう出てくるようなところ。例えば脇の下だ。とかそういうようなところにですね、アポクリン腺って多く出てきますので、こう油っぽい汗が出てくる、脂肪分を多く含んでる汗が出てくるのがアポクリン腺というところでした。なので体臭腺とも呼ばれておりましたよね。そうですね。そしてエクリン腺は全身に分布しているものになりました。そして、通常交感神経の神経終末からはノルアドレナリンというものが分泌されておりましたよね。そうですよね。なので、アポクリン腺も、通常通りですね、ノルアドレナリンというのが分泌されるんです。ノルアドレナリンがアポクリン腺のところには関係してくるんですね。でもですね、そうなんです。でも、ここ。でも、エクリン腺、すごいですね。ごめんなさいね。エクリン腺は、アセチルコリン、交感神経の支配なんですが、アセチルコリンが分泌されておりますので、エクリン腺の場合はこれ例外になってきますから、ここ大丈夫でしょうか。例外ですね。ここ。なので、通常はノルアドレナリンなんですけど、例外的にエクリン腺の場合はアセチルコリンです。はい、ここ間違えないようにしてください。このあたりからなんかだんだんごちゃごちゃになってきますので、ここよく間違えるポイントなので、しっかりと復習しておいてください。ただものすごくよく出てくるかといったら、そんなにたくさん出てくるこれ内容ではないので、なのでどうしてもわかんないなっていう方は、もうこれ試験直前に丸覚えしましょうね。
もうどうしても覚えられないものとかっていうのも出てくるので、そういうものなんでだろう、なんでだろうというところで何度もやっても同じ問題間違えるっていうのは、もう試験直前にもう短期記憶に頼っていきましょう。長期記憶でも難しいのであれば短期記憶に頼っていくということも、ちょっとこう念頭に置いていただき、特に受験はコツが重要なので、なので、もちろん知識もすごく大切なんですけど、でも、やっぱり効率よく勉強していった方がいいので、ぜひそういったところにちょっと意識を置いていただくといいかなと思います。はい、ということで、ここのところエクリン腺はですね、交感神経支配なんですが、例外的にアセチルコリンが関係していますので、十分に気をつけていきましょう。はい、では長くなっちゃいましたので、次に進んでいきます。はい、ということで C はですね、アセチルコリンが、であれば正解となりますので、誤りとなりました。はい、ということで、次 D は正解なので、5番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い33番です。医薬品の代謝に関する記述の正誤について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解、全部正解ですね。ABCD、 これどうですかね。このあたりもですね、こう、よく読んどいていただきたいなとは思います。なんかこう、重箱の隅をつつくようなね、内容とかもちょっと、書いてありますので、そうなんだなというところで、知っておいていただきたいなと思いますので、大丈夫でしょうか。はい、では、次行きましょう。問い34番です。粘膜からの有効成分の吸収に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、正解。そして B、一般用医薬品の点鼻薬は有効成分を鼻の粘膜から循環血液中に移行させ、全身作用を発揮させることを目的としていますよということで、B、誤りです。これ全身じゃなくて、点鼻薬に関しては鼻のところで炎症を起こしてるなとかっていう局所的に使っていくことが目的なので、 B は誤りですね。はい、そして C は正解、そして D なんですが、座剤の有効成分は直腸内壁の粘膜から吸収されるため、内服の場合よりも全身作用が、穏やかに、緩やかに、違いますよね。ゆっくりじゃないですよね。早く効くことを目的としていますので、これ D は誤りとなりますよね。はい、ということで、こちら、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い35番です。薬の薬剤とその特徴の、組み合わせについて正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解。そして C、クリーム剤はということで、これクリーム剤の記述じゃないですよね。軟膏剤の、軟膏の記述になってきます。何かというと、軟膏というのは、適用部位を水から遮断した場合に用いることが多かったりします。なぜかというと、軟膏というのは油分の方が多いんですよ。水分が多いと水で洗い流されちゃいます。だからクリームはどちらかというと水分が多いです。そうなんですよ。なので、軟膏とクリームってそういう違いがあります。ただ、軟膏でも水分が多いのもあるので、ちょっとそのあたりは、話ややこしくなったんですけど、一般的には軟膏っていうのは油分が多いので、なので、自ら遮断した場合には軟膏を使ってあげることが良いので、そういったところでぜひ押さえといて、水分と、油分の違いなんだなというところで押さえといていただくと覚えやすいかなと思います。はい、では次 D に行きましょう。外用液剤なんですが、これ霧状にして吹きつけるとかって書いてありますので、霧状にするのは噴霧剤とかそういうものの記述になりますので、 D 誤り。ということで答えは1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い36番です。全身的に現れる副作用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、ここからですね、今度はお薬を使ったことによる主な副作用なんですけど、近年こういう問題がたくさん出てきておりますので、全国的に出てきておりますので、しっかりとですね、
勉強していきましょうね。はい。ということで答えは3番が正解となりました。はい。A なんですが、ギアルドステロン症は中毒性のものとアレルギー性のものに大きく分けられますよと書いてあるんですが、これ、ギアルドステロン症は大きく2つにではないですね。これ、肝機能障害。肝機能障害ですね。肝機能障害に関しては、ちょっとごめんなさい、長いね。肝機能障害に関しては、これ、中毒性のものとアレルギー性のものに分けることができますので、A は誤りとなります。そして B は正解。そして C、ショックは生体異物に対する遅延型のアレルギー反応の一種ですよ。遅延型っていうのは遅れてくるよということになるんですが、ショック、蜂に刺されて、2週間後に、アナフィラキシーショック、ボーン出てきました。じゃないですよね。割とすぐに出てくるので、これ、ショック、アナフィラキシーに関しては、即時型、速攻的に早く起きてきますので、C は誤りです。はい、そして D は正解となりますので、答えは3番が正解となりました。はい、ではよろしいでしょうか。次、問い37番です。次の記述は、感覚器系に現れる副作用に関するものである、括弧内で当てはまる軸として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、ここ、良いでしょうか。眼球内に関するところで、特にこう、緑内障に関するものなんですけど、よくこの目に関する、ものについてはですね、こう、穴埋め形式で出題されることが全国的にも多かったりしますので、ぜひぜひ、ここ、穴埋めになっているところ、大事なキーワードになってますので、しっかりと押さえておきましょう。はい、ということで、問い37番は5番が正解となりました。では次いきます。問い38番です。医薬品の副作用である間質性肺炎に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A なんですが、通常の肺炎と異なり、気管支または肺胞が細菌に感染して炎症を生じたものですよということなんですけど、これもですね、通常の肺炎の内容になっちゃいます。なので、違いますね。間質っていうのは、そうですよね。肺胞とその周りの毛細血管のところがですね、間質と呼ばれるところでしたので、そのあたりにですね、炎症を起こしてしまうことをですね、間質性肺炎というふうに言っていきますから、A は誤りです。はい、そして B は正解、そして C なんですが、一般的に原因となる医薬品の使用開始から1日程度で起きることが多いですよ、ではなく、1、2週間の間となりますので、こういう引っ掛け問題よく出てきますから、皆さんしっかりと引っ掛からないようにしておいてくださいね。はい、なので特にこのお薬を使ったことによる主な副作用に関しては、症状も聞かれてくるんですが、いつどういうタイミングで出てくるのか、すぐに出てくるのかですね。あとは、どのぐらい経って何日何週間とかっていうところが聞かれてきますので、そういったところもですね、十分に注意しながらですね、しっかりとキーワードを拾いながら押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで C は誤りですね。はい、そして D は正解なので5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い39番です。医薬品の副作用である消化性潰瘍及びイレウス様症状に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B、C は正解です。特にイレウスに関して、イレウス陽症状とイレウスの通常の状態どう違うのかというところはしっかりと押さえておいていただきたいです。はい、そして D なんですが、イレウス陽症状は小児や高齢者のほか、普段から便秘傾向のある人は発症のリスクが低いんじゃなくて発症のリスクが高くなっちゃいますので、ここ気をつけていきましょう。あとは小児や高齢者、こういったところもですね、引っ掛けてきますし、それから普段から便秘傾向、これを下痢傾向って引っ掛けてくることもありますので、十分に気をつけておいてください。はい、ということで、答えは1番が正解でした。はい、ではラストですね。問い40番です。皮膚に現れる副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、それから B なんですが、薬疹は医薬品の使用直後に起こることが多いですよ、ではなく、これも1、2週間
のところで起きることが多いので、B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解となりますので、答えは3番が正解となりました。はい、ということで、このあたり大丈夫だったでしょうか。はい、ということで、ポイントを押さえてないと引っかかりやすいところも結構ありますので、ぜひぜひですね、ああ、間違えたのであれば、ああ、このポイントが押さえられてないんだなというところですね、ぜひぜひ、過去問を解いたらですね、しっかりとまたテキスト、問題集の、問題集、参考書とかに戻っていただいて、しっかりと復習をしておいていただきたいと思います。はい、ということで動画ここまでいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、何かわかんないことあった時にすぐ質問できるように、皆さんに、まあ、すぐにお答えはなかなかできなかったりするんですけど、それでも質問をお答えしておりますので、ぜひぜひご利用いただければなと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。